次が中学生の課題です。中学生の課題は、はい、志は千里にあり、千里も遠方へ行こうと志す、志の遠大なこと。千里、千里、一里が約4キロなので、千里だと4000キロ、遠いですね、4000キロ、遥か遠くっていう意味ですね。母を訪ねて3000里なんてありましたね。それでは早速書いていきたいと思います。行書、1月かな、年末ぐらいからちょっとずつ6年生、今中学生ね、には書いてもらっていたので、少し行書の書き方慣れてきてるかなとは思うので、ちょっと難しくても頑張って、楽しみながら書いてください。はい、それでは書いていきます。もう紙筆あまりいらないです。柔らかく書いてください。流れるように、抜く、はい、最後砂糖、次ねトン抜いて、はい、次立てたら、はい、こんな感じね。そうだな、力を抜いて、あまりこういう楷書で先生がうるさく言ってた紙筆、トン、トン、これだと楷書になってしまうので、行書、こういうところね、少し、柔らかく入れるように意識してほしいのと、あとはこういうところ、行書なのでちょっとつながるんだけど、あまりこうこうこうは書かないよ。スッて入った力を抜いて書く、そういうところを意識して書いてみてください。はい、中学生の課題終わります。